今回のプレイヤーズスキルリストはブスケッツのポジショニング、世界最高と称されるそのポジショニングで組み立てを安定させ、ボディシェイプで欺くくさびはないはずのスペースに時間を作り出す。失ってからは即時奪還のカウンタープレスで相手を押し込み続け、ブロックを形成すれば抜群のポジショニングと戦術理解力で強固な壁を築き上げる。神をもうならせたシンプルなプレー、歴史と伝統、バルセロナの4番、その継承者を徹底分析していく。プレイヤーズスキルリスト。ブスケッツのポジショニングと役割は、組み立てからフィニッシュ、プレス、ブロックと全場面にて異なる。その最高レベルのポジショニングの中でも、最もバルサらしさを演出するビルドアップから見ていこう。組み立て時、ブスケッツはまるでセンターサークルに引力を感じるかのようにプレーする。そのポジショニングがビルドアップスペースを確保することになる。ブスケッツは組み立て時、スペースを司る。ボールを持ったセンターバックの前方に空間を作るように位置取る。相手が 4-2-3-1 の時は、トップとトップ下を結ぶゲートを担当。横軸はゲートから見てセンターバックが運んだ後の横パスのコース。縦軸は相手の中盤のゲートを通し、パイタルの選手を結んだ線。これらが交差するその点を基本ポジションとする。この道筋そのものがバルサが理想とするビルドアップ。一本の長いパスは比例して伸びるボールの移動時間で敵も一気に収縮する。一方バルサのボール運びは敵が移動する先が点々と変わるため、そのパスのたびに判断や重心移動で逆を取られ対応が遅れる。続いての場面も同様、センターバックの前にスペースを作る。その計算された動きは、実際にボールが来る時にはすでに入り口と出口を作っている。あとはシンプルにボールを送る。ここからはブスケッツのゲートに対するプレーを見ていこう。この時点で狙うべきゲートを確認。そのゲートに対するポジショニングを微調整している。そしてゲートに対するトラップ。2タッチ目でシンプルにゲートを通すパスを送り出した。次の場面も同様、ブスケッツはゲートを狙いポジショニングを微調整。そしてゲートに対するトラップ。ゲートが狭く、ゲートまでの距離が遠い難しい場面。しかしブスケッツはドリブルモーションからパスを送るフェイクで安全にボールを送り込むことに成功している。ブスケッツは相手のフォーメーションが2トップだと見破るとセンターバック間に落ち3バック化する。こうすることで2枚のフォワードに対する3つのゲートをそれぞれのセンターバックが狙う形となる。さらにはブスケツが降りたことで中盤のボトムのスペースが拡大。そのエリアを他の選手が使うことで攻撃が活性化する。ブスケッツは2トップの相手に対して3バックを作るが例外もある。それはゴールキーパーを含めた最深部でのビルドアップの時だ。この条件の場面では2トップの間には降りない。なぜなら最深部ではゴールキーパーがビルドアップに機能するからだ。こうすることによりチーム全体のパスコースを最大化することができる。
またブスケッツは自身にマークがついている場合、ポジションをずらすことで後方のパスコースを作り出す。この場面では1列目のゲート越しに終始ゴールキーパーとのラインをつなぐ。2トップに対しゴールキーパーを含めた3バックを形成。ブスケツが担当するのは2トップ間のゲートだ。ピケの前方に持ち運ぶためのスペースができた。ブスケツは次のゲートに移り、ピケのスペースとパスコースを最大化。2トップが寄せたためゴールキーパー経由でラングレー、そしてバルサ特有のボール運びでビルドアップを完成させる。敵のマークが厳しいピボーテ、サイドチェンジを繰り返し相手コートに押し進むバルサでは、ブスケッツはやはりスペースを作り出すことでサイドチェンジを促す。まずは自身のマークを確認する。そしてマークがついている場合はスペースを優先する。抜群のタイミングでポジションを上げ、サイドチェンジするためのスペースを明確化。続いての場面では降りてくるメッシの動きを汲み取り、またしても事前にサイドチェンジのためのスペースを提示、そのスペースを使わせるための最善のサポートを行う。この場面では後方に下がることでそのスペースを使うことを促した。さらにこの場面では特徴的なスペースの作り方を実行する。敵の一列目がセンターバックをマークせずにブスケッツをマークする場面。このような時、ブスケッツはボールを保持したままサイドに移動することによって、本来構えるべき自身のエリアに大きなスペースを作る。そのスペースを使うことを促し、ビルドアップをさせる。このように空間を管理することで、バルサのボール回しの根幹を作り出している。ブスケツのスペースを作る動きは他の選手に連動することで渦を巻く。互いが動くことで生まれる2つのスペース。渦を描けばそのできて間もないスペースを自動的に使うことができる。さらに守備に転じた際にもバランスを保つことができる。時を超えて現在ではデヨングと共にシンクロする。お互いの動きを理解して初めて見えるパスコース。ブスケツとデヨングが同じ絵を見始めている。ビルドアップ時、敵に狙われやすいピボーテのポジション、極小のスペースで実行される重要なスキル、それがターンだ。もう一度見てみよう。半身で構え、ボールが足に当たる瞬間、インフロントでかけるように足を引く。そうすることで引いた足はターンのステップの一歩目となる。ボールは自身の体を90度以上ゆっくりと回る。そして最も蹴りやすい場所に転がっていく。特に足の長いブスケッツに相性のいいスキル。効率的で無駄のない2つのタッチで、極めて小さなスペースから正確なボールを各所に散らす。陣形の中心に当たるブスケッツは、全てのポジションにショートパスを通すことができる。
このターンもまたバルサのソロピボーテとして重要なスキルである。小さなスペースでもボールの勢いを吸収するような柔らかなタッチ、270度ほどの角度を持ち左足でも繰り出せる。そしてフェイク、キャンセル。ボールをつなぐバルサのピボーテ、そのポジションは相手にとっても格好の奪いどころか。だがブスケツをそれに設定するとプレスは空回る。襲い来る相手に対し上背を生かしたドラッグバックにより一瞬で剥がす。相手から遠い足でボールを持つことで軸足はブロックになる。そして極限まで引きつけ、表に回ってきたことを外角視野で確認し、長い足でボールを引き重心を外す。そして2タッチ目は足首をひねることでボールに推進力を与える。柔らかなタッチ、足裏の技術。相手がパスコースを切るまで引きつける。長すぎるストライド。偽のパスコースを見せられ奪いどころであると認識し加速する。ギリギリの駆け引き。左右の足を使ったターン。そしてフェイク。ドラッグバックを狙った相手は重心を振り回され、その動きに見せられた者はマークを忘れる。さらにそれ自体はパスにもなる。カオスの中、相手を引きつけボールを逃がす。それがフリーを作る。2対1を明確化させ、味方のマークを引きつける。重心を外せばボールの勢いは不要ともなる。バルセロナのパス回しにインテンシティを持って阻止する相手、それを抑制するマリーシア。50-50のボールをマイボールとし、相手の潰し屋にカードを出させる。そしてインテンシティを削り取る。自身から仕掛け、返しに対して絶妙なリアクション、試合の流れを手繰り寄せる。フィニッシュの場面においてもブスケツが与える影響力は計り知れない。スピードやドリブルやパワーではなく、ブスケツの武器はそのポジショニングそのものにある。くさびの名手でもあるブスケツ、その成功率の鍵はこの視線のフェイクにある。ブスケツがポジショニングを取っている位置から狙っているのはこのゲート。しかしゲートの狭さ、ゲートとの距離、ゲートの前に構える相手ディフェンダー、これらの要素によってこのゲートを狙うことが難しいと予想される。しかし体の向きと視線からブスケツはグリーズマンに対してのこのようなパスコースを見せる。そしてキックモーションに入ることで対峙する相手サイドバックの体の向きが変わる。そしてそのかかとを通すようにギリギリのパスコースを狙う。この視線のフェイクにより瞬間的にゲートを広げ、それを構成する守備者の体の向きを変える。そしてそこにボールを送り込む。この場面では左サイドへのパスコースを見せることで極小のゲートに理想的なスピードのパスを通した。相手の強を突き混乱を生み出す技術。
この場面ではブスケッツの狙っているゲートはここだ。視線のフェイクで敵にグリーズマンへのパスを警戒させる。ブスケッツがキックモーションに入った。しかしここからブスケッツは不在のゲートにめがけてパスを送る。それをメッシが瞬間的にポジションを取りパスを受ける。パスを選択する時点ではまだ誰もいない。だがブスケッツは味方選手の動きから数秒後の未来を考慮した4次元的なパスコースを想像する。攻撃の最終局面でブスケッツをフリーにすると、相手の今日ついたパスコースを次々と狙ってくる。攻撃的な技術としてブスケッツを形容する際、欠かせないスキルの一つがダイレクトパスだ。難しい状況の場面でも扱いやすいボールを正確に。ボールの反動を利用することでノーステップ、さらにノーモーションで力強いボールを蹴ることができる。ボールが足に当たるインパクトの瞬間、ボールの反発係数と加速度、そしてターゲットとの距離とゲートの幅、これらを考慮して最善のボールを送り届ける。荒れたボールを穏やかなボールに変え、強いボールの勢いを殺す。開いた角度に振り当てるパスの技術、タッチのタイミングをずらすことで反射角を変える。相手のプレスのタイミングを外し、パス回しにリズムを生み出す。ワンタッチプレイヤーというパーソナリティが味方の走り出しを促す。特にメッシとのワンツーのレシーブは一級品で、完璧な調和を生み出す。この二人のビジョンの共有で数々のゴールシーンを作り出す。バルサがゆっくりと攻撃を行い、相手の守備ブロックにボールが引っかかった瞬間、ブスケツの最大の見せ場となる。低い位置からその時を待つ。ボールをロストした瞬間が合図。一気に引力を断ち切り、前進守備をスタートさせる。次々とパスコースを潰しながら高速で寄せていく。サイドに追いやることで直接的なカウンターを抑制し、コースを限定。さらに追い上げることで完全にボールを奪い取る。攻撃では低運動に抑えているブスケツ、そのスタミナ配分のほとんどはこのカウンタープレスに割り振られている。組み立ての段階であっても、そのポジショニングからミサイルのように迎撃し、フィニッシュ時ポジショニングがサイドであっても、その反応速度でカバーする。メッシがドリブルで突っかける。すると相手が密集する。密集したエリアでは奪ったとしてもボールはつなげない。出しどころが限定できる。まだ五分五分のボール。しかしこの時点でブスケッツは動き出している。基本的にはやはりサッカーも、攻撃の後は相手のボールとなり、次は守備になる。しかしこのブスケッツのカウンタープレスは攻撃を連続させることができる。しかもすでに押し込んだ状態であり、ビルドアップをする必要がない。フィニッシュからフィニッシュへ、そのループができる最良の流れを作り出す。この瞬間に限ってはブスケツにポジションはない。ボールの位置と相手のパスの受け手をつないだラインを次々と潰す。まるで攻撃の時に蓄えたエネルギーを一気に解放するように活性化する。かといってむやみやたらにボールに食らいつき、重要なターゲットへのパスを許すことはない。
ゴールへの直接的な速い攻撃を抑え、遠回りさせることが最重要任務であることを理解している。ツートップカウンターへの対応。前を向いた状態の相手に対しては決して飛び込まず、回り道をさせる。飛び込まないことで抜かれない。その後も抜群の空間認識力で最高の位置を取り続ける。相手が後ろを向いた途端、激しく寄せ一瞬で間合いを詰め、状況を一変させる。ブスケツに対して背中を見せると、次顔を上げた瞬間、目の前にブスケツがいることになる。ブスケツの素晴らしいところは、奪った後の選択の正確さとそれを導き出す速さにある。この場面でもインターセプトのボールをダイレクトで相手の網から外した。身長189センチ、長い手足を存分に生かしたインターセプト。内側へのカットインを許さないポジショニング。そこから縦突破を選択させ、長い足で刈り取る。ドリブルに対して絶対的な強さを誇るブスケツ。中央側の足に重心を乗せ、相手のドリブルを待つ。相手が縦突破を図るタイミングで重心のかかっていない縦側の足を放り出す。股を狙う相手にも同じように、中央側の足に重心の 80% ほどを乗せ、相手のタッチに合わせて縦側の足を動かし、ボールを止める。長い足でインターセプト。相手のドリブルに対して立ち止まり足を当てる。プレスを抜けられて自陣深くでゴールを守るブロック。このフェーズにおいてもブスケツは圧倒的な守備力を見せる。自陣での守備であってもブスケツは積極的にプレッシャーをかける。マークする対象、切るべきパスコース、それをリレーのように次々と前方に移し、相手にバックパスを選択させ続ける。それに合わせてディフェンスラインが高い位置を取り、プレーエリアを上げる。最終的にはゴールキーパーにアバウトなボールを蹴らせることを目標にしている。まずは攻撃を遠回りさせる。抜群の感覚で背中の対象の位置を考慮しながら、確実にパスコースを切り続け、時間を作る。それでも中に通された。しかし時間を稼いだことで味方が戻り、ブロックを形成。ここでも中へのコースを切り続け、バックパスを選択させる。相手の消極的な選択肢に対し、ブスケツがブロックからプレスアップへ切り替える。ブスケツに背中を見せ、後ろ向きにプレーする相手に一瞬で距離を詰める。相手はたまらずバックパス。消極的な相手のバックパスに対し、ブスケツはさらに追う。ここでも最終的にはゴールキーパーまでバックパスをさせ、ルーズなボールを蹴らせ回収することに成功している。ブロック時、ブスケツの能力の素晴らしいところは背中でマークする能力にある。動き続けるボールと対象をロックオンし、そのパスコースをすぐに妨害できる位置に立ち続ける。そしてコースを切り続けたまま確実に寄せ奪い取る。ボールをダッシュした後も得意のチラシで確実にボールをつないでいく。ブロックの裏を突かれた際にも、
まるで背中に目があるかのような完璧なポジショニングでコースを切り続け、クロスを許さない。相手が速い攻撃を仕掛ける場面、ブロック時、ブスケツは担当するバイタルを狙う選手がいないと見るや、ボールサイドに寄せていき、プレッシャーをかける。バイタルを狙う選手に対して徹底的にパスコースを切り続ける。そのまま対象がディフェンスラインの裏まで飛び出す。ブスケツもこれに対応。しかしそうすることで瞬間的にバイタルが開く。だがブスケツはそれをあらかじめ想定していたかのような素早い切り替えで、今度はバイタルを即潰す。ボールから目を離さずにコースを切り続ける能力。そして相手がオフサイドポジションにかかると同時に、今度はバイタルというゾーン守備に切り替える速さ。さらにそこからの寄せのうまさ。走力や強さではない、やはり守備でも頭脳、インテリジェンスの高さを押し出した技術を見せつける。最後にレジェンドたちのブスケッツに対する評価の声を見ていこう。バルセロナのレジェンドにして現代フットボールの創始者、ヨハン・クライフがブスケッツのプロ2試合目を見た後、バルセロナ地元紙ムンド・デポルティーボにてブスケッツをこう説いた。技術的にはトゥーレやケイタより上。ポジションの取り方は味方ボールの時も相手ボールの時もベテランのよう。自分がボールを持った時は、ワンタッチ、ツータッチでパスが出せるし、敵が持っている時は無駄に走ることなく奪い返せる位置に立っている。まだ若く、経験もないというのに、彼の監督グアルディオラが現役だった頃と同じだ。グアルディオラは当時ユースに在籍したブスケツを B チームに拾い上げる。トップチームの監督に就任した際にも1年後、ブスケツをやはりトップチームに引っ張り上げている。グアルディオラは、もし誰かになれるのならブスケツを選ぶとまで発言した。そして、ワンタッチなら君は世界一だ。ツータッチなら素晴らしい選手。スリータッチした場合、凡庸な選手になり下がる。そうブスケツに話したという。またシャビは、世界でサッカーを一番よく理解している選手。周囲にあるすべてをより良いものにできる。僕を最高の選手にしてくれた。彼のそばでプレーできることは特権だ。こう評する。現在32歳。バルセロナ黄金初期にトップデビュー。そのサイクルの象徴的存在。ブスケッツに残された時間も残りわずか。残された最後のタスクへとブスケッツは向かう。FC チャンネル有料コンテンツのご紹介。ライブで応援するファンコース、豊富な動画を見放題コミュニティコース、サッカー戦術をオンラインで学ぶスクールコース、そしてビジネスでつながるビジネスコース。詳しくは紹介動画でご確認ください。ご感想のコメント、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。